小林翔さんのおすすめ参考書いくつかあるんですけど、うん、長文読解だと結構僕は最近買って1週間で挫折しました。あれはね、あの僕ちょっと恨んでます。さあ、どうしようって調査、調査どうで始まりました。むちゃチャンネルです。さあ、今回は小林さんです。はい、皆さんこんにちは。秋田設備の小林です。はい、いやもう久しぶりでございます。はい、ご無沙汰してます。もう船仮説とかね、いろいろ出てましたけど、ネット上ではもう2人共演もしてないし、もう船仮なんじゃないかみたいなね。あ、まあでも、まあ、なんとか会ってたし。そうですね、僕は全然、うん、あの動画回ってなくても会ってましたし、そうそうそう、寿司一緒に行くって言ったしね。ライブも行ったし。あ、そうそうそう。だから別に共演してなくもないですよ。そうなんですよ、ね。まあ別に全然船仮とかではないですね。ないんですので。まあただね、いろいろガチャガチャするから。えガチャガチャする。いや、ガチャガチャ、ガチャガチャ。まあまあまあ、それはいいとして。はい。今回なんすか、なんすか、はい、今回ですね、小林翔さんいきなり呼び出して、はいはい、小林翔さんのおすすめ参考書いっぱいあるかな、はい、いっぱいあるよ。英語編ということでね、英語のおすすめ参考書枠がでかすぎますよ。だからもうだっていろんなことやってるじゃないですか、チャンネルでいろんな紹介して、うん、してますね。G-ショックってなんだみたいな ね、あ、大学大学とか、ね、はいはいはい。だからね、まあ英語参考書でもいく、いや無限にあるし、おすすめなものもいっぱいありますよ、はい。以前多分森田先生のチャンネルで、はい、単語帳は多分いろいろ紹介したんで、そこはじゃあ端折りましょうか。おお、あの時は何でしたっけ。あ、おすすめっていうよりは、例えば鉄壁はどうで、はい、ターゲットはどうで、はい、シスタントでって、まあ、全部こうバーって見た感じで、はい、で僕ね、英語だと結構おすすめなものがいくつかあるんですけど、はい、いきなりちょっとピンポイントで言うと、はい、関先生と肘井先生の英作文の参考書、はい、関先生は2冊組なんで、はい、肘井先生は1冊組なんですけど、あれ結構僕好きっすね。おー、そうなんですね。で別にあの例えば竹岡先生の方がダメとかではなく、はいはいはい、お二人の参考書多分結構ちゃんとネイティブチェック入ってて、はい、自然な英語が多い気がするんですよ。なるほどなるほど。古い英作文の参考書、うん、まあ、それこそ森田さん分かると思うんですけど、なんか、まあ、まあ別に受験で書いたとて減点はされないと思いますけど、はいはいはい、なんかそこまでなんかナチュラルじゃない、なんかそういう分多いじゃないですか、はい、もうね、あの具体例がいっぱい浮かんじゃっててやべえやべえっていうのが今もうね、はい、出川じゃないんだだからまあ そういうのと比べると今から英作文を学ぶ高校生の方が触れる英文としてはとてもいいなって気がしますね、うん、はい、そうですね。関先生のところにはね、僕が紹介したカール、ね、カール・ロズボルドっていう方が入ってて、そうですね、はい、はいはいはい、やっておりますので、やってらっしゃるか、必ずチェックが入ってます。いきなり英作文で意外でしたけどね。そうですね、英作文ですけど、あとは、まあ、リスニングとかは、これってなんもないっすね。あ、そうなんですね。生徒によく使わせるのは東大志望の子だったらやっぱ金達先生とかあるんですけど、あ、はいはい、ね、まあ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 、あれ昔からね、ありますしね、はい、まあ、おすすめというか、まあ、みんな使うんでしょ、うんうんうん、だからおすすめもクソもないですよね、みんな使うから、うん、あとは長文読解だと結構僕は最近ソリューションが好きかな。ソリューション来ました、うん、肘先生、ね、また肘先生になっちゃったけど、うん、なんかやっぱりその苦手な子が最初に読むのにソリューションの1がやっぱり結構いいなっていう、はいはいはい、やっぱりみんなポラリスとかやりたがるんですけど、うん、一旦ソリューションの1読んで、うん、しっかりこう書いてあるのがこういうことで、日本語はこういうことでっていうのがまずできないと読めないんで、はいはい、まあ、あれをやるのにはちょうどいいボリュームかなという気がしますけどね。なるほど、キジ先生、うん、すごい本格才能あるなって思いますよ、うん、こんなに分かりやすく見やすい、生徒思いなんですよね。そうですね。であれですか、森田さんの参考書も言った方がいいんですか。僕ありますね共通テストのやつ。共通テストですね。あれだいぶ売れたんでしょ。ああ、そうですね、はい、すごいっすよね。めっちゃ儲かってますからね、皆さんね。あのスーパーチャとかしなくていいですからね。変な、ちょちょちょ、何何、著者じゃないですか。なんかことをしてて、著者、ちょちょちょ、著者著者じゃないですからね。なるほど、なるほど。あれは、まあ、そうっすね。監修だから、うん、印税少ないっすから。なるほど。著者の人にちゃんとポンと払って監修はちょっとだけもらうという、うんうんうん、まあ、それが4冊もあるんで、まあまあいくな。ほら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 皆さん聞きましたか。血も積もればここカットさせませんよ、ね、ここは、はい、まあまあいいんですけどあと、いや、まあ、好きな、なんおすすめですよね。うちがそのルートで提示してるものは全部おすすめなんで。ああ、そうですね、はい、それはおすすめなんですけど、はい、そういうところに入ってない本で言うと、お、文法、文法はでも結局ポラリス英文法やるんですよ。おう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 、今の子は。違いますか、まあ、武田塾とかだといわゆるポラリス側とネクステ側があったりするんで、うん、でもそれはネクステは問題集でしょ。
はい、だからそれは解くものであって、うん、まず文法を学ぶってなったら関先生はみんな通るんじゃないですか今の内容は、ね、武田塾はいわゆる大岩先生とか、うんうんうん、肘先生入ってでその後でポラリス側行くか、うん、ネクステ側行くかっていうふうに分かれてる。なるほどね、そうなるんですね、うん、まあでも文法はポラリス以外にこれだよねあんま言えるものがないです、ね、もう 1,2,3 と進んでいくいやうちね結構やり方違って、はい、まずとにかく1だけやって、うん、公文やって、うんうん、読解やって戻ってきて2をやってもらいました。ああなるほどなるほど。ともちろん 1,2 ってやる子もいるんですけど、うんうんうん、まあその残り期間とその進み具合とかによって変えますね。じゃあそこで解釈いく子はどこに行くんですか。解釈いく子は英文解釈の技術シリーズですね。あ、はいはいはい、まあ、ただ無印は難しいんで、うん、まあ、基礎100か入門70か、はいはいですね、はい、あんまり超入門をやらせる子は多くないかな、うんうんうん、はい、まあ、そんなところに1回行ってもらってそれでソリューションとか、うんうん、ルールズとかポラリスに行ってもらうっていう感じですね、はいはいはい、うちは。なるほどなるほど、はい、みんなそう勉強していると思うし、最近はスタサップ勢強いですからね。スタサップ勢強いし、いや、あ、いざという時にスタサップ見られるのも安心感じゃないですか。はいはい、そうですね。では、まあ、ポラリス英文法読んでて、うん、なんかここわからんなと思ったらもう携帯開いて見れば関先生が解説してくれてるんですよ。めっちゃやりやすくないですか勉強。確かに連動してる感じですもんね。そうそうそう、同じ先生の似た説明が聞けるっていうのはまあいいことだと思いますね、うんうん、個人的に。なるほどなるほど。だからまあ英語で絶対これみたいなのはないんですけど、うん、趣味の世界行っていいんだったら、ほう、横山先生の大信者なので、はい、横山先生のロジカルリーディング、ロジカルリーディング特に絶版ですけどね、はい、実況中継はもう宝物ですよ家にありますけど、空手着てキックしてる、そうですそうです、その表紙こんなやつですね、はいはい、ね、まあ一世風靡しましたからね、まあ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 、まあ、ただね今の子たちはまあちょっと入手するのはほぼ難しい、うん、前基本はこれだね結構いいって言ってましたもんね、基本はこれこれよりもこれだ派ですって言ってましたよ、ね、ああ、いやそれ言ってたっけ、うん言ってた、もちろんポレポレもどこにしてるか分かんない、ポレポレも大好きだし聞こはここだも大好きだし、はい、だからなんていうかもうだから見すぎてこれ選べって言われてもきついというか、ああなるほど、だんだん苦しくなってきますね、何を出せばいいんだろう。実際にじゃあ使ってた中だったらどうが良かったんですか。いや僕英語はあんまり参考書たくさん使ってないですね、当身の授業とか受けてたんで、はいはい、自分が使ってたのはそんなに多くなくて、うん、それこそ本当に参考書として買ったのは横山先生の本とか、うん、あと過去問系ですよね、うん、やっぱそういうものが多かったような気がしますね。あとは解体英熟語は買って2週間で挫折しました。はい、あのカードのやつを買って、はい、あのまずカードを全部カードにするのに2時間ぐらいかかって、意味わからんと思って、でもカードにしたんですけど大量のカードが机に散らばるわけですよ、はいはいはい、でそれを紐を通すんですけどとんでもないデカさになるわけですよ、なんじゃこりゃみたいなでこれ違うわと思ってありますわ、はい、あのやめました、はい、本自体は良い方だと思うんですよね、うん、ただ僕熟語系は速読英熟語が好きですね。あ、はい、速熟ですね、はい、やっぱりなんか熟語なんでその文脈の中で読むのが単語以上に結構プラスだなって僕思うんで、速読英熟語はいいなと思うんで、だ結構の鉄壁だけやって熟語はもう入ってるんでいいでしょうみたいな子もいるんですけど、いやできれば速読英熟語もやったらって言いたくなるぐらい好きですね、うん、なるほど。じゃあ一つ選ぶとしたらどうでしょう。もうベスト1一冊だけ、小林さんがもう一冊だけ無人島に持っていけるとしたら、いやいや無人島に参考書持っていくわけないじゃん水だよ水と食料いやいや無理でしょ、何これ分かんないよ。一生これで閉じるとなったら、うん、どの参考書と過ごすか。一生を過ごすとしたら一生もうこれ多分英語の参考書持っていかない、ね、まあ確かにね、うん、なんか多分ね一冊だったらねやっぱ山川のね日本史か世界史持ってきて、ああええー、なるほど。だって一生読んでられるじゃん。確かに確かに、物語みたいな形でっていうごまかしはダメですか。いや一冊って難しいな。英語ね英語で見す難しい。それで言うならやっぱり横山先生の本じゃないですか。ああなるほど。文章もすごい難しくて読み応えがあるし、うん、解説もねすごいこう学問的で面白いので、うん、ずっと読んでられる気がするかな。これでメルカリとかで超高値とかになってたでもね前うちのチャンネルで、うん、あの横山先生の方もだいぶ絶版なんですけど、うん、僕があのすごく推してる野島先生というの、はいはいはい、東大日本新書っていう絶版の本があって、それはまだまだ Amazon で手に入る本だったんですよ。2,3,000円 4,000円ぐらい、うん、であんまり僕言ってなかったんですよ。で熟成にだけこっそり買い替えてたんですけど、うん、ある日チャンネルでバーンって言ったら公開した次の日の Amazon が 8,000 円とか、さらに次の日1万円になって、すまんって思いましたね。そういうの怒っちゃうんですね本当に。まさに僕の共通テストの本もみんなですごいいいいいいいって言ったらもうとんでもない額になってきましたからね、ポポポポって、ね、まあ、あとはパスタンの準一級4班、あの、はい、1個前ですね。それもバカバカ定番の前でね、バンバン値段上がっちゃって、確かにそれは責任ありますよあれはね、あの僕ちょっと恨んでますから
生徒に買え買えって言おうとしたらなんか動画ポーン出てきてなんかあれみたいな、で先生なんかすごい高いですとか言ってもうじゃあいいやみたいな、あれはちょっとは恨んでます、ね、逆に聞きたいんですけど、はい、森田先生が一冊持っていくとしたら何ですか。うわー、いや困るでしょ。いやー困るな。特に英語のプロなんだから読書に困るんじゃない。どれ持っていくかな。あ、自分の本なしで。まあ自分の本なしですよね、うん、うわめちゃめちゃ悩みますね。確かにやっぱさ、持っていくなら多分繰り返し読むから、うん、単語帳とか熟語帳ではないと思うんですよ。なるほど。多分なんか長文とか富田先生のどっかいのルール100か144かどっち。ダメですよ、2冊じゃん。まあ上下本、上下本で、上下本だ。まあいやいいんですけど、別に上下本。確かに富田先生の本もね、確かにな、いい本だな。英文法解説持ってくとかね、それはちょっとあるかもしれないですね。なるほどね。こういうやつですね、英文法解説、英文法解説とかですね、こういうやつ。ロイヤルとか、はい、そうです、そっち系ですね。楽しめるかな、ずっとこれ楽しめるの、はい、変態やろ、やっぱり。あ、で文法の説明じゃさ、はい、楽しくないやんって。いやいや、このルールはこうですって書いてあるんだけど、はい、それがめちゃめちゃ楽しいんですね。めちゃめちゃ、はい、失礼しました、はい、そうなんだみたいなね、はいはい、そんな感じでございます、はいはい、ということで今回は小橋さんにおすすめの英語参考書を聞きました、はい、ありがとうございました。はい、どうも。